中影町ってね、どんなところなんだろう、宿場町として有名というね。すいません、ありがとうございました。12年中影町に来ております。中影町ってね、どんなところなんだって言うんですけど、宿場町として有名というね、ところなんですけど、今日はね、なんかお祭りなんですかね。そうです、お祭りがあるっていうことなんで、なんか自衛隊とコラボしたお祭りということなんで、ちょっと行ってみようかなと思って、ちょっと行ってみましょう。なんかこう一里塚みたいなのがあるっていうのを聞いて、なんか一里ってやっぱ目印としてなんかね、昔の距離ですね、これやっぱなんか道々に置いてたんで、なんかこういうところが今でも残っているみたいな。徳川家康とか織田信長、それでも秀吉、こちらも昔ながらの海外系なんですね。大正10年に酒屋を開業、お豆腐屋、お好み焼き屋を経て、平成23年に2代目のお好み焼き屋さんで、結構老舗の老舗なんです ね。なんかこうね、クーラーのボックスがあるんですけど、やっぱり景観を守るためにあえてその周りを囲ったりして、ね、よく見せるためのちょっと工夫かもしれないですね。はい、まあこれがね、なんかさっき見てみたら、なんかこれも結構いろんな箱入りのね、あ、たこ焼きの中に、ね、たけのこが入ってるやつとか、ポン菓子とかね、椅子とか、やっぱりそのアクセサリーとかね、チョコバナナとか売ってて、結構ね、ちゃんとした祭りっぽくなってて、とても楽しそうですね。はい、僕の地元にも無人販売があるんですけど、いや懐かしいなと思って、こうやって野菜がね、道に売ってるみたいなね。カブにブロッコリー80円とか、そうですね、100円150円カブにブロッコリー、これウリですかね、うん、レモン、カボスかな、カボスに、みかん、じゃがいも、白菜、はい、こちらのね、エラヤさんなんですけど、マビにあったんですけど、こちらに移転してきたんですけど、西日本豪雨の際にそれが浸水してしまい、ほとんどプラモデルが浸水してしまってダメになってしまったんですけど、まあ、無事にこうやってね、ちゃんとお店が開いていて、また復旧しているということで、木造のものを売ったり、あとはこういうなんかフリーマーケットを売ったり、あとこうやって服も売ってるんで、なんか見応えありますよね。そうですね。え、やってるじゃん。いけるかな。回ってますね。
あ、そうそうそう。あ、いいね、いいね。やっぱあの美味しいですね、やっぱり砂糖がない時代は多分美味しい、まあこれもこういう祭りだからできるっていう ね、なかなかこんな売ってないですもん ね、砂糖キビすごいな、砂糖キビ。今からちょっと紹介してもらえるということなんで、ちょっと行ってみたいなと思います。こちらのあの走行車ってどういったものなんですか。救産式緊急地対空誘導弾といって、基本的にあの戦闘機とか、戦闘ヘリコプターを落とす機材になります、はい、ありがとうございます。ここは開けるんですね、じゃあ。すごいですね、統一感でも全部緑だよね。そうですね。でも自分たちでこの棚とかも製作して取り付けしてる。陸上自衛隊で初めての国産輸送装甲車であり、昭和49年に研究を開始し、57年にね、作られて、58年から、導入されたと書いてあるんですけど、中とかすごい気になりますね、本当ね、うん、こうやってちゃんとなんか引けるようにロープもある、うん、汚染があったところを除染していくっていう、まあ、水だったりとか、あとは洗剤っていうのをたくさんちょっと詰めるように後ろがなってます。あ、ちなみにあのこの職務についてどれぐらいになるんですか。12年。おお、はい、これお水ついけるのかな。これは多分あのさっき言ってた飲み水とかですよ。あ、そういう感じ。蛇口が蛇口です。すごい。あ、ちょっと洗っても大丈夫ですか。どうぞ、使ってください。あ、出ます。あ、なるほど。あ、すいません、ありがとうございます。あの缶バッジを、製作してもらえるということで、どういった缶バッジなんですか。これを写してもらったら分かるんですけど、こういうような缶バッジを、はいはい、まあ、好きな車の前 で、ね、はいはいはい、撮ってもらって、15分ぐらいで作成させていただいてます。いいですね。なんかこういった取り組みもすごいいいですね、本当に。こういうのも広報活動にもなりますもんね。そうですね。これで喜んでいただけたら、はい、ありがたいなと思います。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。先ほど写真を撮ってもらったものなんですけど、はい、頑張ってお願いします。こちらですね。あるかな。できましたね。できましたね。こういうあれもやってるんですね。いいですね、ちゃんとこうやって、うん、まあ今日はね、夜陰に来たんですけど、まあね、こうやってね、すごいいいお祭りをしてるっていうことは、本当こちらもね、結構期待されたと思うんですけど、もうね、ちゃんとした復興ができている。いや、もう今日は本当楽しかったです。いろいろね、やっぱそのサトウキビはね、自衛隊の車とかも乗れたりしたんで、なかなか乗れるってことないんで、そういうことはすごい貴重な体験だなと思ったんで、もうぜひね、皆様も矢掛町に。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。